ありがとうございました、来てもらって。いやいや、とんでもない。本当におめでとうございます。じゃ最後に来てもらうんですよ。おめでとう。一個質問あって。はいはいはい。お小遣いで初めて買ったものは何ですかって聞きたいんですよ。何そのちゃんと用意してきたネタみたいなやつ。俺はちなみにワニの子のぬいぐるみです。何それ。ハンドサイズのワニの子のぬいぐるみ。なんでだよ。拙者なんだろう。なんかあの、覚えてる範囲です全然。森山直太朗の桜っていう曲のシングル。うわー、あれ渋ー。いくつ買ったんすかそれ。わかんない。十何歳とかじゃないかな。やば、桜ですよね。そのおかげでもう森山直太朗のモノマネが板についてどの曲でも森山直太朗にできるっていう特技が身についたけど、マジで生かす場面がない。今の子に森山直太朗聞いても分かんないですよ。もうそう。だって居酒屋の姉ちゃんポルノグラフィティ分かんなかったっすからね。もうポルノグラフィティ分かんない。もう終わり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 だよ。うん、嘘でしょ。初めてお小遣いで買ったものなんですかって聞いてもらってんすよ。初めて買ったたもの、もう覚えてないですよ。初めてじゃなくても印象に残ってる。はい、初めてガチ初めてのやつは、ゲームボーイの炭酸電池4つやね。炭酸電池4つなんですね。カセットとかじゃない。あ、それ自腹切ったんや、そこで。4、5歳ぐらいの時のやつ。いや、さすがにゲームボーイは高いもんな。お小遣いで初めて買ったものなんですかって聞いてもらってんですよ。俺が初めてお小遣いもらい出したのは、はいはいはい。小学生の頃、週に200円。普通に多分駄菓子屋さんとかだと思うけど。まあ、そうか、その辺やな。どこで行ける。はいはいはい、はい、あのカップに入ったヨーグルトとかさ、あれなんかあのタラタラしてんじゃねえとかね、中にガムが入った飴とか好きだ、うん、はい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 、はい、お小遣いで買ってた、よく買ってたのは、あ、でもポケモンのさはいはいはい、手のひらサイズぐらいのさ、うん、人形ってさ、あ、それ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 、むしろそれっすよ俺。あれ俺ね 4,50 個持ってた。めちゃくちゃ買うやん。初めてお小遣いで買ったものなんですかって聞いてるんです。ね、実際多分しょうもないものなんだろうけど、まあまあね、その、うん、俺の記憶に残っているのは、俺画廊伝説っていう格闘ゲームがあるんだけど、それに、うんうん、そう出てくる、あ、まあ、もともとアニメもあったかな、漫画とかアニメもあったかな、それに出てくる主人公のテリー・ボガードっていうのが大好きすぎて、もうそのテリー・ボガードになりたかったのよ。なりたかったんだ。そう、なりたかったから、うん、でテリーボガードの特徴が指が開いてる手袋、指焼き手袋と指焼き、はいはいはい、そうキャップなのね。キャップっすね。うん、それが欲しすぎて欲しすぎて、いや、もうこれをつければ俺もパワーウェーブができるんだと思って、あの手袋を、ね、そう地面を拳で殴るんだけど、そうすると衝撃がバーンってなるんだけど、それがやりたすぎて、それだね、指焼き手袋とあっちキャップ。いや来たな、仕上がってっすね。うん、でもキャップが、はい、テリーボガのキャップって別にその表面のところに何も書いてないんだけど、そうっすね、俺が買ったキャップは、うん、色も全然違うし、真っ赤っかの漢字で激、うん、って書いてる。え、強そう。キャップなのよ。え、強そう。テリーボガードより迫力ありそうっすね、なんか。キャラ濃いっすよ。めちゃめちゃパンチはあったよ。激、うん、パンチあるんだけど全然パワーウェーブは出なかった。今時ラッパーでもかぶらんすね、その帽子。激ってそう、いや熱いっすね。それかな。初めてのお小遣いで買ったものは何ですかって聞いてます。え、俺のお小遣い。そうそうっす、初めてのお小遣い。俺のことでいいの。あ、そうそうっす。え、俺ね、ちょっと初めてのお小遣いとはまた別かもしれん、ちょっと違うかもしれないけど、別に大丈夫ですよ、うん、なんかそのプロ、今までメガネを、うんうん、親とかに買ってくれもらってたんですよ。はい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 。けど、うん、めちゃくちゃそういうお金貯めて、うん、初めての自分の小遣いで、うんうん、高い買い物したのはメガネなんですよね。え、お気に入りのメガネってこと？あ、そうです。自分で決めて、自分でメガネ。いいね、だからデトネーター入って。初めて給料とか貯めて、うんうん、1回目で買えないんじゃないですか、あの、その言っちゃえば、はいはいはい、高い生活費とかもそうですよね、食費とか高いんで、で、貯金して貯めて、うんうん、
初めて買いたいなって思った自分の給料で買ったのはメガネですね。いや、いいっすね。え、なんか今のアイコンの時つけてるメガネみたいなやつですか、これですか。あ、そうです。それが初めて。いいなぁ。めっちゃいいじゃないですか、それ。それまで親が買ってくれてたんですよ。うんうん、1万円ぐらいの全然。はい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 。で、その丸メガネ、丸いやつね。おしゃなやつ。そうです。いや、いいなぁ、それ。いや、それ似合ってますもんね、それ。ありがとうございます。最近でもメガネ変えたんですよね。うん、ああ、そうかそうか。まあまあ、それはもう、ね、今もうね、グイグイ来てますから、そんなんね。いや、そんなことないです。みんなに聞いてることがあるんですよ。はい。あのね、お小遣いで初めて買ったものを教えてほしいって聞いてるんですよ。お小遣いは、うん、俺ワニの子のぬいぐるみ。何買ったんだろう。なんか、はい、お小遣いか。お小遣いは古ければ古いほどいい、はい、小学生の時に、お、いいよ。ちょっと私あの、はい、お家がまんま裕福で、うん、お小遣いをちょっと多めにもらってたんですね。おー、いいですね、うん、あ、敬語者、多めにもらってたんだ。いや、別に売りにはいいけど、ありがとうございます、はい、そう、うん、それで、うん、それで家の近くに、はいはいはい、そのみんなが駄菓子屋、寄ってる駄菓子屋の渡辺っていう駄菓子屋さんがあったんだけど、うん、その渡辺さんで、はい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 、3000円分の駄菓子を買って、うわ、えぐっ、みんなにめちゃめちゃ見せびらかして、ここガチえぐいっす、やってること。そう俺それされたら嫌いになっちゃうかもしれないっすわ、それいいでしょうってみんなに駄菓子あげてたあ、でも配ってんの。うん、あげてた。神、欲しいのある。大好きだろ、そんなの。めちゃめちゃ見せびらかして。3000円分ってなんかあのいろいろ入ってるやつですか、なんかごつい。あ、いや違う違う、普通に3000円分選んで買った。駄菓子屋さんもニコニコやろな、そんな不当客やん。なんかすごいお金いっぱい持ってきたんやねみたいな感じだった気がするその時は。3000円分食うの大変そうやけどな、もうな。そう、お母さんに怒られないみたいな、あーね、うん、感じだったけど、うんうん、まあでももっと裕福な男の子が5000円分買って、うわーち、次の日かなんかに見せびらかしてて、うん、すごい悔しい思い出親の金で小学生にして少年が使ってたかもしれない思えば歪んでんな。歪んでるわ。親の金でマウント取り合う小学生やだな、ね、やだな、やだな。思えば確かに買っとるわ。そうっすね。じきにね、これみんなに聞いてもらってる質問なんですけど、はい、あの、うん、初めてのお小遣いで買ったもの教えてくださいって聞いてるんですよ。初めてのお小遣いで買ったもの、記憶に残ってるもので大丈夫です。俺はワニの子のぬいぐるみだった。うわ、めちゃくちゃ可愛いよ400円ぐらいやったんかな、多分それぐらいで買いましたね。俺も小遣いっていうものがなかったから。あ、へえ、なかったんだ。うん、え、じゃあまあ初任給でもいいっすよアルバイトの初任給でもいいっすよ全然、うん、ね、今パッて言われて初めて買ったものでなんか思いついたのは、うん、お、いいっすね。なんかオレンジレンジのおラブパレードの CD やな。いや CD2 人目なんすよねえ、そうなん。いや、いいっすね。一人目乾殿が、あの桜買ってましたよ。さくらのやつ。そっちの桜、咲き誇るのホス渋いなー言うて。マジか、うん、オレンジレンジか、いいっすね。好きやったんすか。そう、なんかね、好き、うん、オレンジレンジが好きっていうよりなんか電車男。あん時か、好きで、はい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 、そのラブパレードが主題歌が何かやったのよね、うん、懐かしい。そうか、あのオタクくんが、あの電車オタクがあの可愛い子と恋をする話ですね、確かね。そうそうそう、あった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 、夢物語やんけって思ってたわ、懐かしいでも俺実際の話らしいな。すげえ、すごいよな、全オタクに勇気を与える作品ね。ね、あれ素晴らしいよ。だからそれで、うん、心打たれてラブパレード買ったかな。うん、あと3分ぐらいちょっと話せそうやない。そうやです。だってそれで聞きたいことあるんですよ、うん、いいんやったら。あの、いやです。いやほんとにどうぞそうそうそうお小遣い、初めてのお小遣いで買ったものはって聞いてもらってます。初めてのお小遣いで買ったもの、うんうんうん、え、もうはるか
昔の話ってこと、まあ、レディーの話やもんなさやんな、うん、初めての初給料でもいいで、なんか記憶に残ってるあれっすね。俺はワニの子のぬいぐるみ買った。初給料か。給料でも OK。 いや自分の初めてのお小遣いで買ったのは、うんうん、アジアンカンフージェネレーションの、はいはい、何だっけ、一番最初のファーストシングルを買った。めちゃくちゃみんなシングル買ってんな、時代かな。おじきも買ってたんですよね。え、キモ。やだな、オレンジレンジのシングル買ってましたよ、おじき。やだな、匂わせやめてくださいって。マジきちいっすちゃうねんな。ちゃうねんなと。君という花やったかな、多分。はい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 、はい、っていう曲のシングル、うん、かな。いや、いいじゃないですか。あ、そうだそうだ、うん。俺もグリーンのやつを買いましたよ。グリーンのアルバム。なんか年代感じるな、なんか、うん。グリーンって私からしたらもうなんかつい最近の。ついレディちょっとちょっとそれは感覚バグってないですか、レディとしても。それは最近ねえ、まあ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 そうですね。シングルでした、はい。シングルいいじゃないですか。てーてーってことで、うん、てーてーということでね、うん、みんなに質問して回ってることあんねや。はい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 、あの初めてのお小遣いで買ったものなーにって聞いてんの。初めてのお小遣いで買ったもの、うん、わしはワニの子のぬいぐるみやった。え、めちゃめちゃ夢ないこと言っていいですか。どうぞ。僕子供の頃に、うん、お小遣い制度がなんかお仕事制度だったんですよ。なんか、ああ、皿洗いしたらみたいな。そうそうそう。あ、あるね、あるね。うん。をしたら、まあ、お小遣いがもらえるって感じだったんですけど、うんうんうん、もう基本的にそのお小遣いで文房具も買わなきゃいけなくて。うおお。えぐい。働かざる者の勉強もできるのか。そうそうそう。だ僕、本当に冗談の時、一番最初に買ったのが、鉛筆とノートっす。もうなんかやつれた顔して買ってんだろうな、それ。ワクワクせんな、うん。自分で買ったからこそ大事に使えるよねっていう。で、確かにそれはあるな。で、好きな柄とかで買えるもんね。だし、やっぱりそのなんかノートをめちゃくちゃに使ったら次またノート買わなきゃいけないじゃないですか、うん、でもそれ自分のお金で買わなきゃいけないから、うんうん、もうちゃんと綺麗に使っていけば長くも使えるしみたいな。うわー、なるほどな。はいはいはい、教育されてましたね。あー、でもそれはしっかりしてあるな。そうなんですよ。へえ、すごいね。あ、じゃあ質問しようかな。おー、はい。初めてのお小遣いで買ったものはってゴリラに聞くの初めてだな。うわゴリラのお小遣いいつなんか、まあ給料でもいいですよ。 YouTube 給料でもいいし何でもいいですけど。あ、なんかそれかなんか森で拾ったものでも何でもいいし、何でもです、まあお小遣い関連で言うとやっぱお小遣いという概念がなくて、はいはいはい、うん、ああそうですよね、うん、はい、あの、うん、ガチでなくて、うんうん、ゴリラとかゴリラじゃないとかじゃなくて、ガチでお小遣いという概念がなくて、うん、そういう環境のもと育ってきたんですね、いろいろね、うん、はい、うん、あのだから欲しいものがあれば、うん、お願いして、あーね、親ゴリラにおねだりせなあかんねや。親ゴリラに、あーね、うん、でーなんだろうな、印象に残ってるのは、うんうんうん、あのポケモン、おポケモンの、はいはい、金銀だったかな。いや、来た、まあ、ゲームボーイから。そう、ゴリラ7歳なんですけど、うん、はい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 、はい、なぜなんかその時、まあ、金銀が欲しいなと思って、当時ね、なぜかね、うん、なぜかね、とはるか十何年前の話ですけどね、そんなね、はい、うん、そうなんですよ、まあ、それはだって時代も遅れるんじゃないですか、アマゾンの起こっちゃったらね。そうですよ、そう、届くのがね遅いから、数年遅れで電気もガスもないんで、今頃ゲームキューブ流行ってるんですよ、向こうでは多分。、うん、金銀が欲しくて、うん、で、いや欲しいんですよねってお願いしたら、ですよねって聞いて、お願いしたら、お願いしたら、あのちょうどマラソン大会の時期で、うんうんうん、はいはいはい、あのなんだろう、ゴリラ学校の、はい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 、え、で、うん、なんか1位になったら買うよって、うんうん、ほんでほんで1位になったら買うよって言われて、うん、うん、うん、あのどうせ買わねえつもりだろうと思って、あ、そうね、そうね、なめるなと思って、おお、来た、1位になりました、すげえ。
執念がちゃうな、周りのキッズとの。ガチでね、もう本当に金銀金銀って言いながら走ってました。金銀金銀って。やっぱ欲しさって、ね、物欲っていうのはやっぱね、そうなんですよ、人を強くするよな、ゴリラも強くする、ゴリラも強くする。そう、それでじゃあ買ってもらえたんすか。すごい、もう有無を言わせず一番取ったぞと。はい、いやそれすごいな、パワー感じるわ。初めてお小遣いで買ったものはっての聞いてもらってんの。ああ、俺はバジロコのぬいぐるみ。そう、はいはいはい、初めてお小遣いで買ったものは、思い出す、思い出す、なんかねすっおねめちゃくちゃ意識したのは、うんうんうん、俺お小遣いなかったのよだいぶ。あでもやっぱ多いんやねそういう人ね。うんうんうん、なんかお願いして買ってもらうとかだったんだけど、うんうん、あれだね、お年玉貯めてバイト代貯めて合わせて、うん、か初めて意識してお金貯めて買ったのは、うん、何ちょっと諸事情でタイトルは言えないんだけど、うん、うん、プレミアついてたゲームだね、うん、それってあのR はいくつ？ R はちょっとごめん昔のことなんか覚えてないんだけど。ああ、そうそうそうか、OK、OK、そうちょっと失念しちゃったんだけど。レアものね。そう、あのショーケースに入ってるやつとかはお年玉とバイト代た合わせて買ったな。ざっくりいくらぐらいな？聞いていいのこれ？ 3 万ちょいだったかな。ああでも3万高いね。うん、勇気いるね。結構、うん、あのバイトあんまり入れなかったから学校忙しかったりして、からだってお年玉とかもそんなにもらえるわけじゃなかったから。他に利用もあるしな、そう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 、服とか買ったりとかさ、そうそうそう、友達と遊んだりもしてたから、うん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 、かな一番今パッと出てくるの。ちっちゃい頃はなんか、うん、ピアノの練習頑張るからとかサッカーの練習頑張るからで、うん、あのなんか頑張りの10日交換っていうのは今思えば全く、うん、あの親側にメリットのない10日交換だったわ。そうやな、うんうん、あまあ長い目で見ての投資、親はそう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 、その子の人生が豊かになるための投資だからな、うんうん、だったかな。いやいいね、初めてお小遣いで買ったものはっていう質問。俺もそんなことよりも話聞いてないけどな、もうな、もう。いや、まあまあまあ、無限に喋れちゃうからね。ありがとうございます。あの日もだってね、あのてっぺんでバラすって聞く朝まで遊んじゃってるから。遊んだっつね、もうね、5時、6時やったな、うん。そうですよ。なんでね、締めの質問答えますと、うんうん、僕もね、さっきの高坂と同じでね、お小遣いじゃなかったんだよね。うん、あはい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 。そう、だから自分でお金を貯めて買ったものっていうのが、うんうんうん、大学生になってから、うんうんうん、で高校の時もちゃんとバイトしてなくて、はいはいはい、ちゃんとお金を貯めて買った初めてのものっていうのが、当時、はい、その女の子と付き合ってて、おでその子に誕生日プレゼントを買ってあげようと、かわいい、はいはいはい。でもう全然わかんないじゃん、うん、まあそうですね、10代の恋愛なんてわかんないじゃん。わかんないですね、そんなんね。だから、うん、もうこれ今になって思うと全然ダメなんだけど、うん、初手で指輪を購入しようとして、うん、重すぎ重10代ならではの重さ出てんな。で、いや、やばいって。しかもその指輪が結構その先方サイドにお気に召す指輪じゃなくて、うん、ちょっとそれが原因でピリっちゃって、その気まずさで別れたんだよね。いや、もう何ちかわいそう。よかれと思ってやったんにな。いや、そうなのよ。よかれと思ってやった。ちょっと洋画ドラマ見すぎたから、なんかね。いや、なんかね、なんかやっぱ大学生ぐらいの女の子ってハートとかがついてる可愛いリングは子供っぽいから嫌なんだなって、その瞬間学んだ。はいはい、ああね、つけやすいのがいいわな、なかなかな。そうそう、シンプルなシルバーが良かったんだと思う。で、それだったらなんかやっぱ一緒に選びに言ってくれる方が嬉しかったみたいなやつやな。いや、でもそれ言われた。それ言われた。ね、いや、そんなしょがりでしょ、うん、マジで。しょがり、しょがりやで。しょがりすぎるから。でもこっちでね、男心はサプライズして喜んでほしいみたいな気持ちもあるわけですよ。
いや、ね、本当にそう、難しいもんで、 そこがね、うん、ほんとちょっとせめぎ合っちゃって、ギャップね、うん、言えなかったんだよね。いや、しゃあないわ。いや、高え授業料だって。その指輪として川に投げたんすよ、どうしたの。いや、その指輪は先方がちゃんと持って帰って、うん、あ、その持って帰りをするんや。持って帰りをして返却なし、返却なしね。バイトの面接の履歴書と同じだから。毎回頑張って手書きで書いてんのに。そうですよ、うん、受からせる気ないんだったら返してほしいですよね。本当ですよ、ね、いや、まあいい勉強だったっすね。はい、いや、これパンチあるな、さすがやな。ありがとうございます。報われたよ、ありがとう。報われたよ。なかなか出す場ないですよね、この話ね。そうね、うん、いや、おもろいの聞けたな今の。え、なんか話題のやつやろうや。あ、話題のやつ、あ、あの、じゃあ、あの、初めて買った、あの、あ、ちょっと、それ最後って、うち帰らそうとしてる、ちょっと待って。いやいや、初めてお小遣いで買ったものを聞かせてもらえたらなって思うんですけど。まだ、まだ帰りたくないのら。まだここにいるのら。くしくし、まだここにいるのら。ロゴじゃ。ロゴじゃ。嫌なのら。嫌なのら。いさせてほしいのら。いつになったらいなくなるの。まあ、いや、まあ、あの、時間もう、はい、50分です。あ、なるほどね。あ、うん、じゃあ質問、うちは、うん、覚えてないんやけど、しっかり、まあまあ、覚えてないです。初めてお小遣いで買ったものよね。はいはい。なんか多分、はい、自分の中で高いの買ったなって覚えてるのは、うんうん、FF の10-2やね。おー、カセットね、ゲームの。そう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 。え、なんか当時何 CM いっぱいやってたとか、なんで欲しかったの。お兄ちゃんがね、買ったんだけど。あ、はいはいはい、英語版買ったんよ。あー、なるほど。でそれがもうどうしても納得いかんくて、もう日本語でやりたいと。そう、うんうんうん、え、なんかみんなが違う言葉喋ってる、怖い。本当になっちゃって。まあまあ、そうやな、そうやな、うん、そうそうそう。それでもうどうしても日本語版やりたくて、うんうん、内緒で買いに行ったね、うん、え、すごい。え、で、でも本体は兄ちゃんのってこと、うん、そう、本体は兄ちゃん。あ、じゃあ兄ちゃんいない時とかにこっそりやったってこと。それそう、こっそりなんか、うんうん、当時そんなに多分大きくなかったと思うんだけど、はいはいはい、駅前のなんかゲーム屋さんに行って、うん、こんな高いもん買うの初めてやった、うん、ドキドキ、わかるわ。そうそうそう、ドキドキするよな、あれな。、うん、そうそうそう。でめっちゃ貯めたお金で買ったの覚えてる。いや、いいな、いいっすね。そうそう、